皆さんよろしくお願いいたします。デジタル大臣、行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、サイバー安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣、規制改革を拝命をいたしました平正明です。今般石破総理よりデジタル大臣をはじめとしたさまざまな職務を拝命いただいたことを重く受け止め、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を進めるよう、近年発展著しい AI など新しい技術の活用も含めて関連する取り組みを強力に進めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。もう一点だけ、一部週刊誌で平大臣が代表を務める団体が社長らが逮捕された企業から献金を受けていたと報じられました。事実関係と、はい、そういった事実があるのであれば、はい、それはお考えがあるのか、はい、これはですね、私を支援していただけるいただいている会社から、寄付をいただいておりました。で、その後にですね、破綻粉飾決算というニュースを見てですね、その時点で、専門家の意見、弁護士さんに、まあ、これどうしたらいいのか、どう返せるのかという、まあ、相談をいたしました。でこれがですね、まあ、ちょっと難しいのは、寄付でいただいているものですから債務じゃないんですね。債権債務じゃないので債務で払うって話じゃないんです。そうすると寄付でいただいたものを返すとなると寄付をしなければいけないってことなんですね。逆に言うと、そうした際にその政治団体の寄付っていうのはいろんな制約がかかっているので、そう簡単に寄付できる話でもない、法的にですねっていう話になっています。で、そういったことで今また弁護士さんと、まあ、ご指摘を受けましたので、今専門家に、まあ、相談を申し上げているところですが、まあ、なかなかこれやりようがないので、今いろいろ考えているところであります。まあ、何かいい方法があればとは思いますが、けど、まあ、それが事実関係であります。はい、柴田さんお願いいたします。柴田さん、あ、すみません、フリーの記者の横田ですけども、石破総理はですね、総裁選中にマイナ保険証一本化に納得しない人が多ければ、紙の保険証との併用も選択肢だというふうにおっしゃったんですが、これはリップサービスということだったんでしょうか。口先内閣に呼ばれかねないと思うんですが、でしかも林官房長官も不安払拭に納得の上で、マイナ保険証一本化に移行する、検討するというふうにおっしゃってるんですが、今の平田新大臣の発言とは明らかに食い違ってるんじゃないでしょうか。総裁選でのご発言だと思います。石破さんもですね、林さんも。でその趣旨はなんだかよくわかんないけど、もしくは不安だけど全部デジタルに持ってかれたらそれは困るよねという趣旨だと私は理解をしています。なので紙がですねなくなって、まあ、もしくは全部そのマイナ保険証で12月1日から行くんだということは、それはちょっとやっぱり選択肢があったらいいんじゃないかという趣旨で石破候補はですね発言をされたものと思っています。で資格確認書の紙がプッシュ型で送られますので、そういった意味では紙もちゃんとありますよと、もうマイナ保険証が嫌だと、もしくはちょっと怖いととかいう方は資格確認書がありますので、そういった意味ではアナログのですね、オプションも用意されているというふうに理解をしてますので、まあ、大きくですね、そこはないというふうに思ってます。総裁選中の石破さんの発言を聞けばですね、納得する人が多くなければ併用も紙と保険証の併用もあり得るというふうに普通の人は理解すると思うんですが、これは守らないんでしょうか。例えば国民に世論調査をしてですね、現時点で、不安を感じている人がどれくらいいるのかと、納得している人がどれくらいいるのかを調査した上で、最終決定する考えはないんでしょうか。これに関してもですね、そのやっぱり慣れっていうのはある程度必要だというふうに思っていて、実際にマイナンバーカードもですね、なかなか持ってもらえる方が少ない中で、やっぱり COVID-19 とかいろんなものを経験をした中で今9000万を超えてきているということです。それで、このマイナ保険証についても、まあ、その
クリニックに行ってですね、微妙に角度が合わなくてですね、跳ねられたりとかいろんなことありますけど、これ慣れていくとですね、やっぱり結構これ便利だねということになるんだろうと思いますし、まあ、そういった意味ではそういう理解は徐々にでありますけども上がっているというふうに思っています。なのでなんていうんですかね、まあ、ETC みたいに、まあ、ETC 便利だからそこを取ればいいっていう人と、いやいや嫌だっていう人はその人がいる料金所があるっていうのが大事だと思ってるんです。全部 ETC だというわけじゃなくて、それでこのマイナーポータル、マイナー保険証もマイナー保険証使ってくださいねと、いろんなメリットもありますんでっていうんですけども、いやいやちょっとねっていう方には資格確認書を使っていただくという仕組みなので、まあ、これについてはですね日程通りやらせていただきたいと思っています。今聞いたのは世論調査10回とか聞いてるんですけど、納得する人が多くなくても独断で踏み切ると、これ共感と納得の内閣と真逆じゃないですか。まあ、これはですね、さまざまな議論を経て手続きを経てですね、これをですね大きく方針転換をするという、まあ、状況にないと私は思っていますので、予定通り進めたいと思っています。いや、よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしいわけですね。はい、ありがとうございました。次の方に行かせていただきます。それでは後ろの方をお願いいたします。くれるかな。あ、すいません、さっき12月1日って言いましたけど12月2日です。訂正させてください。すいませんでした。はい、どうぞ。以上をもちまして就任会見終了させていただきます。サービス内閣って呼ばれるじゃないですか。石破さんと話したんですか、マイナ保険証について。総裁選の発言はリップサービスというふうに納得してもらったんですか。リップサービス発言なんですか。納得と共感、全然国民納得してないじゃないですか。その調査もしようとしないんですか。閣内ベンチじゃないですか。閣内ベンチではありません。足を引っ張るつもりはありません。話したんですか、石破さんと。共有をしております。話したんですか。はい、サービスでいいって言ったんですか、総裁選中の発言は。リップサービスという言葉は誰も使っておりません。ありがとうございました。林官房長官も同じこと言って。